ハビビン。朝のキスマークありがとうございます。ハートもありがとう。おはようございます。うん、やった、お待ちしてます。しおりんさん、こちらこそありがとうございました。おはよう。みんな元気？急にめっちゃ話題なくなった人みたいな。おはようしか急に言ってないから。おはようって言ってたな。元気ありません。あら、ちょっと眠いです。おはよう。仕事忙しいので頑張れ頑張れ先輩。なんかこんな歌だったな。頑張れ頑張れファイト。ファイトだよ。ファイト。
ワンモンジュールフランス、のぴちゃんは今後将来日本語と英語ともう一つ何語を覚えようと思った時に、今ね思ってるのはスパニッシュかフレンチ、フランスかスペイン語を覚えようかなって思ってて、自分のねただ単にちょっとしたね目標なんですけど、やっぱスペイン語ね、私日本語も英語も今苦手なんですね。だからちゃんと日本語を喋れるようになってから英語も喋れるようにしてで、そっからだよね、ポルトガル語、あ、なるほどね、ドイツ語フランス語、ああ、嬉しいこと、頑張れ頑張れ、ありがとうございます。100円以内すごい、ふちゃんありがとうございます。日本語って未知の世界よね。お父様、わからない、週末のツアー楽しみ、日本語は方言とかもあるからわからない、今週末は土曜日に徳島一部二部、そして次の日の岡山、千秋楽、あっという間でしたね。という間、もうすぐ本当に千秋楽なのかと思うと早いです。なんかね、もうちょっと長い気がしてたからちょっと寂しい。
マーツアーね。今年はツアーの年にしますね。楽しそうだよね。ちょっとツアーの年にしたらちょっと皆さんがものすごく大変そう。皆さんもサマー夏のツアーやってクリスマスもツアーやってみて、1年間ツアーの年、それはそれでねちょっと面白そうでありますけどね。フェスとかね、皆さん6月22日のまずは30巻目絶対にそこだけは頑張りたいです。お願いします。まずは一枠、そこにも皆さん全集中でお願いします。ハピピはよ。最近小豆島有効が頭から離れないんですよ。サビが。からね、全く離れないの。めっちゃ印象に残った曲、楽しいし、そう、お、オリーブタイでした。美味しいレモンタイでした。オリーブレモン恋も育つオリーブレモン、いやあれ楽しい。掛け声ね実際やってみたいよ。レモンオリーレモン、次あとね小豆島やるとき、次オリーブタイなのかな。勝手にね、四国と県にできたら嬉しいですね。そうね、最初だから難しそう。サビの振り好き。かわいい。うん。ね。マイカ。早くね、信濃のマイカになりたいですね。
今ちゃんとねできてないから、まあいいか。うん、そうね。ではね、終わりたいと思います。まあいろいろ足りません。とりあえずホーム週末のツアー楽しみ楽しみだな。ぜひ、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 
今日調子くらいさすぐめっちゃ持ってきます。ありがとう、またね。あばよー。